目に映る素敵な人間の世界、丸、三角、四角、楕円、ブルー、レッド、ホワイト、ブラック、ピンク、男、女、真ん中、真ん中。丸い二つの水晶体に映った感動を、上まぶたの裏にある涙腺にて常に潤い満ちている私の瞳の奥の視神経が喜んで、頭蓋骨、硬膜、くも膜、軟膜、角膜質のシワに覆われた大脳に伝えている。見えるものすべて、あれもこれも心の瞳に焼き付ける。いつか寿命が尽きるから、今のうち、今のうち、今のうち。音も感じる、いろんな音。人間が聞ける音というのは20から2万ヘルツというけれど、今は犬みたいに低周波も、イルカやコウモリみたいに超音波も、あなたの心のボイスまで全ての音が耳に入ってくる。土骨付きの座骨、体内中の一番小さなアブミ骨、しっかりと2と4分の3回転骨巻きの下牛さんを支えて、真珠色の鼓膜姫に響かせて、あの音もこの音もこの音もあの音も、いつか寿命がつけるから、今のうち今のうち今の。ほら、右足左足、ワン、ツー、ワン、ツー、マイバディを運んでちょうだい。あらやだ、ふらついちゃった。ちゃんとバランスを取らなきゃ。体内中の206の骨たちがぐらついている。バランスを取るために三肺器官の専門家、流経脳と卵球脳の管から出たリンパ液でぐっしゅ処理。ほら、星の数だけある1000億個の神経細胞、ニューロン、しっかり。アキレス腱、ひらめき、皮腹筋、前傾後筋、半径腰筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、方向筋、大臀筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋、大胸筋、三角筋、胸鎖乳頭筋、僧帽筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋、満頭後筋、下唇下正筋、後輪筋、上唇虚筋、いつも笑顔の顔面筋、側頭筋、前頭筋、後頭筋、椎細筋、椎細筋。私、肩が凝るわ。子供の頃は350個あった骨が大人になると206個になる。人間の骨はみんな関節でつながっているけど、肩甲骨だけは筋肉で支えられているから、かわいそうに肩が凝るらしいの。だから私は人間らしく、肩にはただの気休めサロンパスを貼ってるわ。それにしても人間って自由に動き回れて、お腹だってすくのね。ブラボー、プンプンプン。犬の嗅覚の100分の1しか能力はないけれど、好奇心旺盛な右の尾行さん、左の尾行さん、世の中の美味しい匂いを存分に嗅いで救急さんに伝えてね。でもなぜ美中学さんは右の尾行さんと左の尾行さんとの間に壁を作ってしまったのかしら。きっと昔、花垂れみたいなくだらないファイティングがあったんだわ。キーセルバッハさん、今日は興奮してるけど、オーケストラ花地パレードは控えてね。あの匂いもこの匂いも嗅いでおく。いつか寿命が尽きるから、今のうち今のうち今のうち。マイバディに流れる血も、大静脈から大動脈まで20秒で一回り、体調もグッと。人間の血管って、一本に伸ばすと時給4万キロメートルを2周半もしてしまえるんだって。誰が試したのかしら。素晴らしいわ、ブラボー。その命令よ、ヒゲちゃん。デリシャスな匂いのものを私の口まで運んでちょうだい。見つけたわ。美味しそう。ルフィに食らうぜパッチに舞い詰める4層の皮膚たちが感じている。生まれたからにはこれからいろんなものに触れていく。いつか寿命が尽きるから、今のうち今のうち今のうち。いただきます。おいしい、ヘルシー、ビタミン C、 美しい、まぶしい、夢に欲しい。22本の永久歯と2本の銀歯よ。今は泣き入手と上知らずと検証のために働いて、1万個の未来が舌の上でおいしいおいしいとわめいているわ。アミラーゼとプルオキシダーゼ活躍してね。あれもこれもこれもあれも味わうの。いつか寿命が尽きるから、今のうち今のうち今のうち。ごくん、どうして愛のつながりの中で生まれてきた一本に。不足です。みんな同じで大切な人。
ちょっと待って。